なんとかうまくいったな。若干おまけがついたが。おまけ？ベルベットのおやつ代わりにはちょうど良さそうじゃな。おやつ。冗談だからな。うん、それが命令なら。いいのか、連れて行って。この子の術は役に立つ。ヤバくなったら捨てればいいわ。じゃの、精霊なんて道具みたいなもんじゃしなあ、ニガ。忙しそうね。全く手が足りん。急いで方角を確認して倉庫の荷も固定しないと。とりあえず帆は張ったが、ロープの結び方はこれでいいのか？多分ほどけなきゃ問題ないわ。目的地はローグですよ。よろしくね。わかってるが、この人数で船を動かすのはきついぜ。どっかで船員を雇わねえとな。それにこのまま進めば。いや、景気よく燃えたの。あれでは追ってくるのは無理じゃろうな。というか、港は壊滅、町自体復興できるかどうか。あんた、清涼にどこまで喋ったの？美貌の魔女が極悪非道なゴーマにさらわれていびられるエピソード2、怒りのマギルーまでじゃよ。よくわかるわ、奴らが処刑しようとした気持ち。ベルベット、方角はどうだ？見にくいわね。違うよ、持ち方。船が揺れても大丈夫な工夫。ベルベット！問題ないわよ。あんた、名前は？ニゴ。じゃなくて、本当の名前、あるでしょ？持ってみる？命令なら。どうしたいか聞いてるんだけど。答えるのが命令？そうよね。命令すれば自爆だってするのがあんたたち。それが精霊。やっぱり道具か。なら余計な口聞かないで。何？後方から砲撃！海賊船だ！あの旗は、まさかアイフリード海賊団！バッチリ狙いをつけられてるぞ。海の上でやり合うのは、人ヤバそうじゃの。陸につけて、丘で迎え撃つ。本当にゴーマの集団だ。これは使えるかもな。
ゴーマと知ってやるか。イカれた奴らだな。陸の上なら容赦はせんぞ。命令よ、二号。こいつらを蹴散らせ。おっと、相手は俺たちじゃないぜ。俺だ。精霊？いいや、死神だ。行くぜ。そこだ。何なのこいつは。精霊が海賊をやってるのか。ケンラッシュストライク。ペンデュラム使いはいないようだな。そこよ。おら、行くぜ。好きにさせん。捕らえられない。そこよ。そこだ。食らい尽くす。とどめ。捕らえられない。捕らえられない。捕らえられない。呪い。そこだ。食らい尽くす。捕らえられない。とどめ。サーフェイスマン。捕らえられない。効果陣。効果陣。そこよ。効果陣。そこよ。呪い。そこだ。食らい尽くす。とどめ。ラファティレイブン。合格だ。力を貸せ。はあ、ずいぶん勝手な言い草ね。エラビーサを燃やした奴らほどじゃない。知ってて試したのか。ついでに助けてもいる。あのまま進めばボーティガンの開門に潰されていた。あんたらミッドガンド領に向かってるんだろ。それにはこの先の海峡を通らなきゃならないけど、そこは王国の要塞が封鎖してるんだ。文字通り巨大なもんでね。そんな要塞が。事実なら借りができたな。俺たちも開門を抜けたいが戦力が足りない。協力しろ。海賊の言うことを真に受けるほどバカじゃない。自分の目で確かめるか。いいだろう。命を捨てるのも自由だ。なんじゃ、断ってもいいのか。お前たちはお前たちで、俺たちは俺たちでやる。それだけのことだ。けど副長一人じゃ、やっぱり俺たちも一緒に。足手まといだ。お前らは計画通りバンエルティア号を動かせ。あんたたち何をする気なの。言った通り開門を抜けるのさ。手伝わない奴にはこれ以上言えないね。できるの。副長ならやってくれる。ずいぶん信頼してるんだな。あいつは精霊だろ。そんなの関係ない。副長はうちの船長が認めた男なんだ。あんたたちなら海峡を避けて航海できるでしょ。今は無理だ。前の襲撃で仲間と羅針盤をやられちまったからな。羅針盤。何より俺たちは海賊だ。行く手を塞がれたからって引き下がれるかよ。それが海賊か。
無念じゃが、わしには後悔も戦いも手伝えん。見守ることしかしたくないんじゃ。でしょうね。ダイル、ボーティガンの開門ってのはそれほどのものなのか？警備艦隊付きの大要塞だ。何よりでっけえ門がついててな。あれを閉じられたら戦艦だって突破は無理だ。海峡を避けて王都へ行く航路は？あるにはあるが、外洋を大回りすることになる。無理に進んでも遭難するだけだ。利害は一致してる。海賊たちと手を組むしかなさそうね。まあな、進むも破滅、引くのも無理なら抜け道にかけるしかあるまいって。手伝う気ないくせに。当然の。あの精霊はただものじゃない。まだ力を隠している気がするが。ボウも同じ精霊じゃろ。何かわからんか。思惑があるのはお互い様よ。とにかくあいつを追う。言っても無駄だろうが、アイフリード海賊団には関わらない方がいいぜ。アイフリードって言えばどんな船乗りもビビる最強最欲の海賊だ。傲慢のくせに情けないこと言うわね。傲慢だって怖いもんは怖い。アイフリードってやつはそんなに強いのか？そりゃもう傍若無人の喧嘩して人間なのに鬼のように強えって噂だ。仲間も命知らずの暴れん坊揃いでな。事実王国海軍を何度も返り討ちにしている。それに奴らのバンエルティアンを異大陸まで航海したっていう伝説の船なんだぜ。ほう、なかなか骨のある奴らみたいだな。それにしてもやたら詳しいわね。まあな、アイフリード海賊団の自由奔放さは海の男の憧れでもあるっつうか、なんつうか。ふーん、別にいいだろう。憧れにゴーマも人間もトカゲも関係ねえし。
効果陣そこだ、食らい尽くす、そこよ、捕らえられまい、ラッシュストライフ、効果陣そこよ、効果陣そこよ、効果陣一の方、捕らえられまい、そこよ、効果陣そこよ、効果陣そこよ、呪い飛炎冷却、効果陣好きにさせん、好きにさせん、見切って飛炎冷却、邪魔よ、捕らえられまい、捕らえられまい、くらい捕らえられまい、そこよ、呪いとどめ、遅い、ラッシュストライフ、そこだ、くらい尽くす、そこよ、呪いせいや、飛炎冷却、ラッシュストライフ、容赦も情けも一切かけない、海賊を信じる気になったか。まさか。けど要塞を抜けた後、王都まで船と船員を貸してくれるなら協力してもいい。いいだろう。な、こっちも一つ言っておくことがある。俺は周囲に不幸をもたらす死神の呪いにかかっている。千回振っても裏しか出ないほどの悪運だ。要塞を抜けようとした時も五人犠牲が出た。同行すれば何が起こるかわからんぞ。なぜそんな不利な情報を教えるの。ゴーマも理不尽に死にたくはないだろう。知った上で来るなら自己責任ということだ。どうでもいいわ。裏なら自力で表にひっくり返すだけよ。名は？ベルベット。これは2号。俺は六郎。よろしくな。アイゼンだ。要塞を攻略する策があるんでしょ。聞かせて。結論から言えば、ボーティガンの守備は鉄壁だ。海から攻めても陸から攻めても落とせない。おいおい。いや、なら同時に攻めれば。そうだ。まずバンエルティア号で攻撃をかけ、警備艦隊を海峡から引きずり出す。その隙に俺たちは要塞に侵入し開門を開く。バンエルティア号は艦隊を振り切って海峡に再突入。俺たちを拾って駆け抜ける。一つ間違えれば全滅だな。けど間違えなければ勝ち目はある。死神同伴でか。作戦はもう始まっている。行くぞ。要塞の入り口は洞窟を抜けた先だ。
すごいツタ絡み合ってちぎれない。携帯用の着火剤がある。これで燃やせ。こんなところで火を使って平気？普通は平気じゃない。だが俺たちはゴーマと精霊だ。ああ普通じゃなかったわね。少年、ずいぶんおとなしいな。具合でも悪いんじゃないのか？もともとこうよ、2号は。やめろよ。2号なんてかわいそうだろ。あんたの名前の意味は？兄弟の6番目で、六郎だが。それと同じよ。同じじゃないだろ。大丈夫か少年？なんで声を上げないの？気づくのが遅れてたら死んでたわよ。命令だから口を聞くなって。あれは違う。あんたはなんでそんな。落ち着けベルベット。お前大麻師に刺激されていたのか。やはりそうか。こいつは意志を封じられているんだ。本来精霊は人間と同じ心を持つ存在だ。だが大麻師どもは強制的に精霊の意志を封じ込めている。道具として使うためにな。ずっとこのままなの？わからん。大麻師の配下から脱した精霊は初めて見た。うん。
少年、困ったことがあったら言っていいんだぞ。困ったこと。大魔師が精霊の意志を封じてるって言ってたよな。ああ。本来は人間同様、それぞれが自我を持つ存在としてずっとこの地で生きてきた。俺たちの存在を知覚できるのは大魔師のように霊能力が強い一部の人間だけだったが、あの降臨の日で変わったんだな。精霊は波の人間たちにも見えるようになり、意志を奪われ命令通りに動く道具にされた。ゴーマに対抗する術を得たと人間どもは喜び、アルトリウスの奇跡だと称えたが、精霊は物じゃない。精霊は物じゃない。物よ。ん？アルトリウスにとっては精霊もゴーマも人間もみんな五体操な断りを実現するための道具でしかない。物にしか見えないのよ。弟すら。Thank you.